事故が起こったんじゃねえのか昨日。お疲れ様です。うら。はい。今日はカメラ回ってるから。タケのやつですか？いや、カンタのやつ。カンタのやつは知らないです。カンタのあいつ俺にしか言ってねえの。僕に伝えてないのはちょっとびっくりっす。恐怖で落とし入れるのは簡単だけど、まあそうじゃないじゃん。その前にやるべきことあんかなと思って。で、それがまあレベルアップにつながるかなって。お前こんなもんミントできんの逆に。じゃあやる気ねえんだから、逆にや。え？いや、違う。逆そうなったらお前、こんなもんミンでも分かるだろ。みどり。はい。みどり X。うん。まあ、ちょうどやろっか。じゃあ。はい。まあいいんじゃない？でも本当に、まあいい経験になるんじゃない？さっきちらっと、まじ、真面目な話じゃん。はい。真面目な話だけど、ネタであえて言ってるんだけど。はい。うん。まああえてっていうか、本当リアルだよな。さっきも言ったよな。まず堀川から出ましょうか。はい。まさかの出んのじゃない。これ番号が違う。080。あ、今カンタ先に電話してる。おはようございます。あ、お疲れ。お疲れ様です。うら。はい。昨日の続き。はい。ん？今日はカメラ回ってるから。いやいや、じゃあ、まあ、じゃあ先に翔に一言言ってからにしようかなと思ったんだけど、はい、まあ、お前ら足場班で決めてかなあかんことはこうなるんだけど、まあその、はい、まあまあ事故はしょうがないじゃん。はい。だけど、今後はやっぱ減らしていかなあかんやん。はい。まあその、わからん。飛び石でもそうだよ。自分の車あったらお前、そんな、お前自分の車でお前、1万2000万もの車乗っとったら、トラックの後ろで飛び石飛んできそうな車近づくか？近づかないし。近づかんだろう。まあでもそうだから物大事にするがや。はい。でもそのゼロじゃないな、分かって。いや、怒ってないよ全然。怒ってないんだけど。はい。あのまあ、ショーが OK 出したんだけどもちろん。まあ俺ね、はい、今、も同じこと言ったんで、と前で、で、ショーも最終責任を負って、はい、もうお前らで会社作ってかなあかんなで、その、お前事故の担当者やれよ。で、今年1年目標立てて、まあ、いくらまでも抑えるのか、件数1件にするとかなのか、まあ、そういう周知会やるとか、まあ、ちょうど偉い、あの、俺のところに連絡来るっていうようになっとるのは、ああ、だんだんみんなの意識は高まっとんなとは思うんだけど、まあ、俺がいちいちやいや言うことないし、これってもう普段の積み重ねじゃん。はい。絶対に事故は起こるんだけど、まあ、意識がみんながどうなっとるかじゃん。だから、それどういうことをやっていくのか、ちゃんと俺に示せよ。で、まあ、その、言ったんだ、お前それただ処理しただけだろって事故を。はい。それって対応じゃないでやって。はい。で俺がやることでもないから、でお前やそれやってみんかなと思って責任者。お前もともと車とかそっち系の責任者なんだろ。どう？やってみたい。はい、やります。やってみたいの？はい。やってみたいの？いや、やってみたい。やりたいの？やってみたいです。やりたいです。やりたいんか。じゃあやれ。はい、よろしくお願いします。全部動画撮ってるから。あの緑はまあ補佐みたいな、そのな、その管理とか書類だけはやってもらうとかだけど、まあ予算決めてどれぐらいで、まあ事故件数とまあ予算だよな、事故の、はい、でまあ連帯責任の方がいいや、まあ、まずな、だから俺もバスも考えたんだけど、ボーナス査定して事故したやつはボーナスカットとかさ、はい、まあそれやる前にまあそうやってやった方がまずはいいのかなと思って、まあそれでもダメなら俺もそう しざるを得んくなっちゃってるんだな今。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。はい、うん、まあ一回それちょっとやってみよう。まあ一応ショーが OK 出たらな、またじゃあちょっと話連絡するわ。了解です。はい、よろしく。はい、失礼します。お、なんかいい感じじゃない、やる気のとったな、はい、やっぱみんなを信頼するって大事だな。はい、犬と同じだわ。これちょっと柵だと別して、この柵もあれだよな、俺の手柄だ、俺がこの柵取れてたね。あ、翔、あ、お疲れ様です。はい、お前連絡ねえな俺に。はい、お前俺に連絡ねえな。あ、そう、え、あれ。連絡がねえなって言ったら何かわからんのか。連絡、事故が起こったんじゃねえのか昨日。あ、事故、タケのやつですか？
いや、カンタのやつ。カンタのやつは知らないです。カンタのあいつ俺にしか言ってねえの。お前どんだけ信頼されてねえんだ。事故っとるぞあいつ。すいません。コンビニで。今日っすか？昨日。まあ、ちょっと知ってなかったっす。うん、まあそういうとこだな。はい、だけど、まあ一つ、今ちょっと、まあ動画ちなみに回しとるけど、まあ連絡してくるのは、まあ偉いなと思ったら、あの、タケも一回連絡してきたかな。はい。両亀も現場行ったら、また、なんかあいつトラック、フォークリフトをぶつけたんだろう。ああ、はい、はい。すいません。はい、で、まあ、お前それ知っとったの？知らなかった？正直知らなかったっすね。岡部？はい。もうお前が信頼されてないんじゃないの？お前の意識が低いんじゃないの？マジで。はい。いや、わからんけど、なんか、ああ、でも良くなったなと思ったの。いちいちコツコツ電話してくれて、お前が逐一、あの、細かいこと言っとんのかなと思ったの。いや、言ってるは言ってるんですけど、なんていうんですか、やっぱ、その、僕に伝えてないのはちょっとびっくりっすね。うん。いや、ほんで、まあ俺ちょっと昨日今日考えてさ、はい、まあ事故が起こるのはしゃあないとはいえ、まあでもそれ捕まえてどの頃ってなっとるんだろう今。あ、そうですね。全部な逃げられたらしいんですよ。うん。でナンバーとかは全部写真撮って警察に全部出したらしいんですけど、まあ逃げられたっつってもあるだろう、あの、そう、分からなかったんだろう相手が。まあでも次のステージに行くためにはやっぱじゃあどうしてかなあかんのかってやっぱ考えてなんと、これ。はい。で俺がじゃあやいやいやいや言ってこうしてああしてお前らボーナス行くぞーっつって、まあ、恐怖で陥れるのは簡単だけど、はい、まあ、そうじゃないじゃん。はい。でこれちょっと一ついいのかなと思って、で簡単にもしっかり責任を取って、でお前が最終責任だぞ、もちろん責任者で。はい、はい、うん、で最後の最後はまあこれ視聴者向けに言っとくけど、お前が責任取れて、いや最後は俺が金は全部俺が責任取るんだから、はい、うん、なんかまあ引く悲観はまあしないよな、なんでさ、うん、逆にボーナスから引いた方が俺は楽だけど、はいはい、まあその前にやるべきことあんかなと思って、でそれがまあレベルアップにつながるかなって、ガソリン代とかも、あ、ほんならちょっと一回どうしよう、ミーティングの日付を、まあ、そこまで動画撮りたいな、締めで、はい、お前とカンタとミドリーで3人で集まって、第一回だけちょっと顔出すもんね、はい、俺、うん、よろしく、はい、失礼します。うん、大丈夫だな、はい、しまった。じゃあ本当レベル上がってきたぞ。なんか竹もすごいレベル上がってたもん。ああ、そうなんですか。うん、いやなんか、うん、まあ、前みたいになんかもうほんとぐじゅ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 言わんくなってきとった。うん。2日ぐらい前か。会って喋ってたんだけど、レベル。はい。いいことじゃない、お前ら成長ってな。はい。あっ、いい、お疲れ。お疲れです。お疲れ様です。動画どこまで撮ったか覚えてないんだけど、お前と2人で話したところまで。事故はどうのこうのとかだろ。あ、そうです。3人で話せ、はい、からのどこ撮ったんですか、3人で話しよう。いや、撮るんじゃないのって言ったんですけど、多分撮らなくていいみたいな俺言ったよね、でも撮るんじゃないの、俺でもその予定で撮ったんですけど、多分それは違いますみたいなじゃあ言ってよ、俺本当にこれ言いますか。いや、はい動画だと全く思ってません。 YouTube だけは意外とって、お前だけは仕事しようと思って、YouTube から会社にどれだけの職人依頼が来る。はい、先ほどの流行り言葉だわで、なんか話し合ったことを、まあ、俺聞いたの、はい、で、カーブさんに話し合ったの、はい、どういうふうに話したの、お前から聞いた、お前から、お前口から見よ、メモ帳あります、どういうことありますね、ちょっと読めるかわかんないですけど、なんかいろいろ出したんですけど、うん、なんか反省というか、うん、何か車を、まあ、もともと視聴者の人がどれだけ聞いてくるかわからんけど、まあ、車を事故が多いですと、まあちょっとじゃあ改善を出せよと、はい、ほったらかしは良くないでしょと、はい、罰とかじゃなくていいから考えなさいって言ってお前の考えたの。お前このもミントできんの、逆に。じゃあやる気ねえんだから、逆に。いや、違う、やっそうだったらお前このミンでも分かるだろ、なんでお前この金がねえできんだ。できますじゃあできますだから言ってみようって、いいよ、そうだろ、視聴者の皆さんもそうだそうだってなってるよお前
まあまあ、あの、あれですけど、まあ、とりあえず話したのは、うん、どういう事故が多いのかと、うん、でそのやっぱ整備不良もあるし、うん、まあ、正直その、まあ、この前事故った竹の飛び石は、うん、まあ、例えばその石を積み取った車の後ろをつけて走っとったらもう竹が 100% 悪いんですけど、うん、まあ、そういうのだよな。でもあいつはハイエースの後ろを割り込む時についてったらハイエースから食らったって言ったんで、言い訳だって動画使ってください、そんな言い訳。やっぱりその、まあ、リフトで事故る、うん、それはでも罰を与えなあかんのすけど、うん、で罰金とかにはしたくないんで、トラックの故障はやっぱ点検するんで、僕らで見えない状況なんで、自分で見たとしてもやっぱりその免許証がつかないとかしたら分かんないんですよ、うん、やっぱそこにもやっぱ点検とかお金もかかってくるんで、うん、まあ、それはまあ必要な経費かなと思うんですけど、もう今ベトナムズになった経費の話したりするんで、俺なんて言ったの、それちゃうんだろうって言ってたよ。で、なんか責任を負わせる一人一人に、うん、なんで一台ずつこのトラックはもうこの人が責任を持って、ああそういうことな、一人ずつの責任者決めて、はい、そいつが責任取るよ、で事故があったらまあそれはいいやんですよ、でもその場で行ってこいよ、あでも大切に車しろよって言って、はい、で記録に残しげてたんだよな、そうです、写真とかも撮って、うん、誰が乗ったとか分かるじゃん、お前昨日誰が乗ったんだこれ、はいはい、今分からんでしょ、それはわかります。じゃあお前らなんで俺が聞くとわからんって言うんだって、これ誰がぶつけたんだよ、いつもわからんって言うから、あ、それはそうですね、だろ、はい、それって見てないからじゃん、はい、だからもう一人一人なんかまとなく責任者全員決めて、日本人一人目は多いじゃん、はい、でそれでしっかり例えば管理しますと、どういうふうにする、ちょっとなんかめんどくさいで、これルールだけもうその責任者が決めてるお前らがやるよ、その他にもなんかもうぶつけられるのはどうかわからんけど、積み込みでも自分たちが働くのは、まあ、丁寧に扱わせるっていう意味では普段から声かけじゃん、はい、普段から声かけれるようにって言ったんだよな、こんなじゃなかったら俺なんか言ってたよな、俺、はい、なんかつったんですか、なんかいいアイデアだったよな、そうです、ね、こんなアイデアじゃなかったな、一人全然責任者決めて決めて、すいません、もう担当じゃないの、担当です、じゃあ、はい、やる気ないの、いや全部俺がやるの、すいません、こうやってこういうことばっかりでこの部分のことあるけど、社長対会社か、社長対従業員か、シャッターって言ってる前シャッターって言ってる前シャッターって言っちゃったけど、シャッター対従業員かそういう絵か、違います、みんな重箱の隅に付き合っとんか、取り合いかお金、社長対従業員で取り合いか、どうなのか、それと思うんかお前、思いません、思わんだろ、はい、じゃあなんでやらない、すいません、引き締めてもダメだわ、できる何だろう、お前にはしまってきたけどお前、物事は柴さんが事故多いんで、うん、まあだけどまあな、これがまあそのね、事務所としては責任を負う立場じゃん、はい、まあ、そういうことを経験上げていかんとで、そこにそうそうただ雑用係なのって、まあ、こいつも自分の給料上げていくためには、あこいつがおるから労働しっかり従業員の教育行き届いてますね、はい、同じ事務でも雑用しかできないなら雑用しかできない、給料しかもらえないわけじゃん、そうでしょ、はい、だろ、俺が見ると回ってくるのはいいよって言ったら、じゃあ視聴者の皆さんそんなコメントの話してくるから、毎回の間うるせえとお前が邪魔だとか書くの、何でとるか俺、いいよですよ、いつでもなってもら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 ってでも賞もなんかプレゼントも本当は良くないなと思ったの、俺賞罰じゃねえわ、でも一人一人ずつ管理して、うん、なんか言ったんだよな、賞罰じゃねえだろって罰は、そうですね、きっちりやることだろうって、いやそんな感じじゃなかった、はい、そんな感じだったら賞罰はなしだわ、はい、
歯医者行けよお前。おい、いやでもそうです、てめえ、ほら本当にそうです、本当にそうですよね。歯医者行けないよね。いいかそれ、はい、お前はいいか、お前はいいか、はい、いい、はい、でそれ任せる、でもお前もうお前しかいないからな。はいはい、以上になります。足場、まあ、本当にでも成長しとるでな、はい、まあ、いい方向に行って、数字も今年はちょっといいんじゃない、まあ体も抜けてきてるし、まあ、みんな変わっていいじゃない、タキも本当に変わったよな、お前らみたいな。そうっすね、なっていうことで言うのかな、あ、まあそうだよな、チームワークになってきてるから、まあいい方向に行ってるかなと思ってます。お願いします、お願いします。せーの、また見てねー。何ワンかよ、こういうとこだってお前。はい、俺だけ頑張んかよお前。また見てねーって、はい、また見てねー。ダメだ、そんな言うな。